立浪監督、涌井を懲罰交代。中日の先発、涌井秀明投手が2イニング3安打3失点、自責に、で降板した。初回から苦しいスタートを切った。先頭の森下にサゼンダを浴びると、続く中野にカウント2から外角高めのチェンジアップを中間に運ばれる敵地三塁打で先制を許した。さらに連続四球などで一死満塁のピンチ。続くノイジーの打球は二塁正面へのゴロだったが、二塁手村松が後逸して追加点。さらに坂本にも中義比を許して、この回計3点を失った。2回は無失点に抑えたものの、その裏の攻撃で代打を出されて交代した。マジで何してんの。いやいや、まだ早いやろ。立浪監督何も考えてないと思うよ。ハラリスペクト。最近みんなやってたから真似したくなった。大事な試合ならわかるけどな。順位争いの終盤やからな。戦うチームとしては当然の判断よ。二回は修正し始めてたのに交代させるのくさ。そういうとこやぞ、立浪。ご視聴ありがとうございました。